はい、西田は新選組のチャンネルでございます。日時はですね2023年5月の16日でございます。はい、今ですね深夜早朝パトロール中なんですけれども、青梅市内ですね深夜早朝パトロール中なんですけども、私のね動画で何回か紹介している、元ガストさん、ガストさん青梅店の、跡地ですね、どうやらですね、何か、コンビニエンスストアみたいのがねできるみたいですね。こちら見ていただければわかるんですけども、コンビニエンスストアみたいなんですね、形の建物が今建設されてますね。はーい、ほとんどですね、建物の外観は出来上がっておりますよね。うん、今現在ねこのような感じになってますよね。はい、おそらくですね1ヶ月もしないうちに、オープンだと思いますね。はーい、元ガスト青梅店さんの跡地にですね、コンビニエンスストアがですね、どうやらできるのではないかなと私見ております。はい、またですね新しい何か情報等が入りましたら随時ですね動画にてアップしたいと思います。現場からは以上でございます。西玉新選組のチャンネルでございました。